ちゃん、こんにちは。はい、さあセリーグの2位、ね、3位争いが、いやもう言っとくよ、ほい、まあ、数字的には広島圧倒的に有利だから。まあ、そうなんですよ、ね。うん、だからまあこれは仕方ないよね。はい、まあ、ここまで追い込んだ、追い込められた、まあ、DeNA がね、はい、まあ、一つ一つの試合を振り返ってみるともったいない試合もあったし、はい、まあ、それは各球団あることによって、まあ、悔いはあるんだろうけども、まあ、勝敗としたらね、まあ、広島の方が上に行ってるし、はい、広島の方が非常に有利なことは間違いない。そうですね。で直接もないしね。もう直接ないんですよね。うん、だから、ほぼ広島かなっていうふうには思ってるけども。そうですね。これはなぜかというと、やっぱメンバーが戻ってきたね。上本選手だったり西川龍馬選手戻ってきました。うん、はい、だからまあでもクライマックスでこう当たると思うんだよ。はい、だから俺は広島は準備をしなきゃいけないことは、相澤をキャッチャーに据えてファーストに坂倉を使うこと。これがやっぱ勝てる一つの要因になってくる。それはどうしてですか。これね、やっぱね、相澤と坂倉を比べた時に2枚ぐらいやっぱ相澤の方がリードが長けてる。だから、まあ、そこら辺は1年間やってきて CS クライマックスシリーズこういうしびれた時に一番育つんだけど、勉強にもなるし、でも勝ちたいんだったら俺は坂倉を一塁にして相澤をキャッチャーにして、でレフトに堂林。堂林選手はもちろんレギュラーで代打でベンチじゃなくてってことですよね。代打は松山がいい、はい、だからそれはそれでいいんで、うん、だからまあそういう条件が俺はつきそうな気はするよ。じゃあ堂林選手レフトに置くと、そうなってくると例えば西川龍馬選手だったり、あと秋山選手が帰ってくるとか、うん、そういうこうなってくると、また今日はこの選手使って、まあ、相手が左右によって変えてくるとか、まあまあそれもありだよね、広島の場合はね。はい、あとやっぱ小園が良くなったよね。良くなりましたね。月間打率もねすごいですから、小園が良くなって、小園が中心にやっぱ打順を組めれば、はい、まあ、非常にいいと思うしね。で上本もやっぱ帰ってきてしぶとい動きもしてるし、バッティングもしてるしね、まあ、菊池も帰ってきた、うん、まあ、そうなってくるとやっぱキャッチャーの部分だけなんだよね。はい、うん、だからまあそこら辺を、まあ、新井監督がどう考えるかだよね。まあ、そういう準備をしながら、残り試合3試合を戦えていい形が出れば、うん、すごくいいし、はい、やっぱ負けないかなっていうふうには思う。じゃあ残り3試合はもう相澤選手キャッチャー、ファースト坂倉選手っていう3試合でいけば、これはもう行った方がそのままクライマックスにもすんなり、まあ、そうだね。だから大事なところってやっぱ相澤がやっぱこう被ってくるしさ、はい、まあ、そうなってくると坂倉をベンチって言ったら、やっぱり1枚こう打線を見た時に、あ、少し弱さが見えるけど、坂倉が入ることによってやっぱ強みは出てくるよね、広島のね。だからまあそうやって戦うと、まあ、2位は確保するかなという。あとは DeNA の方は、まあ、チャンスがないわけじゃないけども、全体的に言えばバッティングは今本当にそこの状態にあるね。打てない。打てないですね。打てない。特に下位打線が弱すぎる。まあ、そこら辺下位打線をどういうふうに充実をさせてくるのか。うん、まあそこだよね。あと牧選手がやっぱちょっと9月調子を落としてるの、これはやっぱね、それまでに牧はね、負けたかなっていう試合をことごとく牧のバットで救ってきたりとかしてるから、やっぱ波はあるよ。うん、スーパーマンじゃないからさ、はい、だからここら辺落ちててもしょうがない。ただ宮崎はしっかりしてるよね。はい、まあ、あとは佐野で太田を一番に使ってるけども、まあ、思い切り勢いをつけれるやっぱ一番になってくるし、はい、でもあれだけやっぱボールを振るとなかなかこう一番として出塁ということを考えるとどうなのかなというね、はい、まあ、感じもするし、これは調子を上げるしかないんだけどもね。このままじゃやっぱもうすんなり広島の3位は決まる。あ、2位は決まる。2位は決まる。すんなり決まる。今夜、まあ、カープは試合なくて DeNA が残り5試合の1試合を消化します。なので明日からもう残り4試合ってなってくるので、そこでじゃあどう踏ん張るかというか。だから当初さ、3試合 DeNA が多いって。そうなんです。でもそれをひっくり返すには、休んでる時に 1.5 全部勝てば縮めることができるんだけどもさ、はい、今の時点で 1.5 でしょ。今 1.5 です。で、DeNA が残りが5試合で、今日の試合するともう4試合 で広島と3試合なんてもう1試合しか、だから多い試合が多いアドバンテージはもうなくなったというふうに考えていいよね。
もうみんなそういうことなんですね。そういうことなんです。だからまあそう考えるとやっぱ広島の方が相当有利だし、はい、まあ、DeNA の方はあの苦しい。だからまあ他力になってるよね。だから相手が負けてその時に勝たないと、はい、まあ、絶対に縮まらないという。まあ、どっちでしょう、カープが3勝0敗でいってしまうと DeNA はもうあのどんなに連勝5連勝してももうダメ無理でしょ。でカープが2勝1敗で DeNA が、5勝0敗でいくとこれは DeNA が、うん、まあ、それはもう結構苦しいよ。苦しいですね。もう毎日うあのなんていうの、東だったら可能性はあるけど毎日、まあ、そういうわけにいかんだろいかないですね。大抜きも状態いいしね。でもクライマックスに入った時には非常にわからないよ、これは。クライマックスになるとこれはもうわからなくなってる。いや、わからない、わからない。これはわからないっていうのは、いや、そのバッティングの状態的に考えると、まあ広島っていうのは軸がしっかりしてないんだよね、まだ打線の中での、うん、でも DeNA の方がやっぱ牧宮崎という2枚看板がいるということ、うん、そこにやっぱりランナーが出て前に出てると、はい、やっぱ相当なプレッシャーになるけども、広島はこう同じようなタイプがざっと並んでて、まあ、いやらしいのはいやらしいんだけども、一発で仕留められるというかさ、はい、破壊力という面ではやっぱ DeNA の方が一枚上かなというかね。足という意味ではカープ、空も全然上だよカープの方がまあかき回すという。ただね、昨日のゲームで林が走ったタイミング、はい、藤田を代打に出した、はい、で藤田が隠れ身のになってて、わーっと藤田に集中する、今年引退するとかいろんなことがありながら、その感激を塗って初球に走った、はい、あのタイミングっていうのは最高のタイミングで、一番相手が隙を作るタイミングだったんだよね。だからまあそういうところで走れれば、その前の日は宮崎が初盗塁、プロ入り初盗塁もしてるし、はい、まあ、あれヘンドランかサイン違いなのか分かんなかったけど、はい、まあ、そういうこともやってきてる。だから十分タイミングというかね、まあ、そういうものはちょっと分かってきてるのかなっていう、走るタイミングとかね、はい、そういうことを考えると、まあ、坂倉が仮にキャッチャーとして被ると足技は使えるよね。使えますね、DeNAは、うん、相澤が来るとちょっと厄介だけども、うん、だからまあそういうふうに考えると、まあそうだな、広島がそういうふうな動きをすれば、はい、広島が有利だと思うし、また対戦成績ね、今年のを考えると松田でも横浜でも両方で DeNA が負け越してるんだよね、まあ、そんなに嫌なイメージはカープにはないと思う。そうですね、うん、どっちでやろうとってことです。ただ床田、栗、まあ、大瀬良、まあ、そういった森下か、はい、あとね、ハマれば、まあ、床田は だいぶ良くなってきて、栗も良くなってきて、大瀬良がちょっと一発病があるなっていう感じがするんだけどね、はい、まあ、森下もバーンと今年あんまり良くないわ。そうです、ね、うん、良くないけど、まあ、ゲームはしっかり作れるピッチャーだからね。ただそうだな、東、はい、これはもういいね。いやもう大抜きもいいいいですよね。あと今永がやっぱり一発病があるっていうことと、はい、まあ、バウアー次第だな。まあ、バウアーがクライマックス戻ってくるんじゃないかみたいな、ちょっとね、YouTube も、うん、まあ、クライマックスのファイナルステージな、ファイナルか、多分ファイナルステージに戻ってくる。じゃあそこまで行かないといけないんですよね、 DeNA は。まあ、もうそろそろバウアーなしで。いやだけど可能性はあるよね、うん、やっぱ東がやっぱ負けない、はい、12連勝してるしな。ということは、もしこれ CS、ファーストステージ、東投手を今永投手ではなく最初に持ってくると思いますか？で俺は十分可能性がある、うん、東の方を先に回しておいた方がいいもん。あ、そっか、クライマックス、ファイナルステージ行くということも考えると、はい、それは東でしょ。それは今永はこう投げてもいいピッチングしてるけど、やっぱ勝ちきれないというところがさ、やっぱこう嫌だよね。そうですね、うん、なんか話がクライマックスしいやいや、そう、まあ、でも2位争いはもうとにかくやっぱ広島がもう圧倒的に有利だ。まあ、カープが0勝3敗したとしても DeNA が2勝3敗した時点でもうカープはいけてしまうので、やっぱり本当数字的に見ても、まあ、カープが、まあ、2勝3敗というかもう5勝、5-0 か 4-1 ぐらいでいかなきゃいけない。 あと3人が唯一残ってます。3勝2敗が唯一残ってます。3勝2敗、はい、3勝2敗でカープが0勝3敗すればまだ2位にはいけるんですけれども、まあ、ただ数字的にはやっぱり厳しいです、ね、昨日の勝ち方とか見てるとやっぱ負けないかなっていうような感じがするよね、ここまで来て。あ、でみんなが揃ってきてるしさ、はい、うん、だからやっぱこう松田でっていう、横浜のヒーローインタビューは横浜でとか言ってるけど、はい、まあ面白いよね
そうですね、どうなるか。でもまあ勝負事だから何が起こるかわからないし、ただやっぱり広島の日程の方が少し楽だしね。だからいいピッチャーをつぎ込めるということ、まあ、それと中継ぎにもローテーションを崩して先発ピッチャーを入れることもできるしさ、だからまあ第2先発で用意してるかもわからないし、うん、2つは勝つんじゃない、1つは負けてる。あ、2つは勝ちます。2勝1敗、うんうん、2勝1敗だったら DeNA が5勝全勝しないと無理です。そうだろう、はい、全勝して大丈夫なの、ひっくり返る。はい、ひっくり返ります。このバッティングが当たってないっていうのがやっぱ辛いよね、うん、そうなんです。だからどうやって点を取っていくか、まあ、そこら辺だよな。そうですね、うん、だからまあそこら辺をうまくやると。でもね、下位のチームは必死に、なんで必死に戦ってるのって思うぐらい必死に戦ってるからな。ここに来てな、すんなり勝てないんですよね。だからもうお前らプレッシャー考えてるんだろうみたいな。俺らはまあ関係ない、余裕だしっていう。だからプレッシャーがないからな、伸び伸びやってるよね。そうなんですよ。いや、まあね、まあ、でもね、はい、まあ、広島がまあ、ある程度有利だという、うん、ただ勝負事はまだ分からない。なかなかその今のバッティングの状態だったら、まあ、DeNA が全勝するっていうことも考えにくいっていうことだね。うん、そうですね、はい、まあ、こうなってくるとね、じゃあ CS 争いの方にだん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 シフトしてっていうふうにもなっていきますもんね。でもまあ一つのね、途中からの目標っていうのは、はい、まあ、広島の場合はやっぱクライマックス2位というかね、はい、まあこれも達成しそうだしさ、はい、まあ、DeNA も優勝を狙いながら、でもクライマックスに残らないといけない、阪神が優勝した時点からね。だからまあ両チームとも、まあ、クライマックスに出れるかなっていうような感じがするし、まあ、広島はねもう決まってるしね、はい、そうですね、まあ、本当に広島の、ね、ファンの方と関係者の方には、うん、もう本当におめでとうございますもう言っときますよそうですね、頑張りますと言われましたからね。嫌いじゃないの隣の県だから出身のずっとものすごく意識があるわけ必ずコメントに一つ二つは来ますから、ね、もうね、先入観で決めになっちゃうんで、ね、うん、お願いしますよ、本当に、ね、ね、だからお互いが戦い出したら、はい、ね、じゃあどっちを応援するかっていったらそれは DeNA になるよ。もっと OB ですので、まあ、OB だし、うん、まだ教え子とかね、はい、藤田とかも一生懸命やったり桑原とかもやってるし、うん、だからそりゃそうだよね、うん、いくら隣の県といえども、そうそうそう、まあ、だけど嫌いじゃない、嫌いではないです、はい。